ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、眼下の敵。監督はディック・パウエル。1957年の作品です。第二次世界大戦下の大西洋。ドイツ軍潜水艦を捕捉したアメリカ軍駆逐艦が、その追跡を開始します。追跡を振りほどき、目的地へ向かおうとする U ボートと、ぴったり背後について離れない駆逐艦ハインズ。互いに相手が見えない状態で、両軍の優秀な艦長同士が、高度な駆け引きと心理戦を繰り広げます。主演はロバート・ミッチャムとクルト・ユルゲンス。行き詰まる潜水艦船を扱った古典的名作です。最後までご鑑賞いただき、ありがとうございました。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。